松川、梨植物門の都賀である。北半球を代表する、新葉樹のグループであり、新葉樹では、現在最も繁栄していると見られている一群である。ちなみに、南半球では、松川ではなく、牧川と南洋杉下の文化が著しく、檜川両半球の温帯地域に分布する。樹形は、クリスマスツリーのような円錐型になるものが多い。枝は、 同じ高さから四方八方に伸ばすものが多い。枝には二種類あり、旺盛に伸長し我々が一般に枝と呼ぶものを長枝、葉の付け根にあるごく短いものを単枝と呼ぶ。長枝はすべての種が持つが単枝は一部の属しか持たない。葉は針状であり生える場所は長枝からのみ生えるもの、長枝と単枝の両方から生えるもの。 短縁だからしか生えないものに分けられる。長いだから生える葉は一本ずつであるが、単縁だから生える葉は、数本から数十本が束になって生える。落葉の時にも特徴があり、松花では、葉が落ちる時は葉だけが落ちる構造になっている。これに対し、松花と並んで代表的な針葉樹のグループである。日の木花では、枝の一部分も一緒に落ちる。花は、私雄同士、尾花は、 単性もしくは多数が多場性する。花粉は風媒され一般に二つの機能を持つが、カラマツ族、ヒマラヤスギ族、トガサワラ族、ツガ族では機能は一つである。メバナ及びメバナが成長した旧花は臨変状の構造が多数集まったものである。マツ族の未原則として受粉した翌年にこなすが、他の種類は受粉した年に成熟する。 また、松族のみ旧家の臨片が肥大して成長し、突起状の構造物というものができる。熟した旧家はそのまま落下するもの時の絵で臨片が分解するものがある。種子は一般に翼を持ち、風で飛ばされやすい形となっているが、松族の一部には翼を持たないものがある。種子の翼は片側から伸ばす。日の木科では、種子の両側に、 翼がつく常緑樹が大半であるが、唐松族など落葉樹のグループもある。山火事が頻発するような地域に生える松族の一部の種類には、万世休暇と呼ばれる仕組みを持つものがあり、成熟しても休暇の臨片は開かないが、山火事の強熱を浴びた時に臨片が開いて、種子を飛ばす。山火事後の森林は、上層器が焼かれて明るく、土壌中の病原菌や、 競合種の種子も壊滅しているので、光や栄養をめぐる生存競争に優位に立っていると考えられている。落葉紅葉樹林が主体となるような地域においては、冬でも青々とした葉をつける松花の常緑樹は生命力の象徴とされることがある。例えば、中国文化圏における都市間三遊では、松族の樹木があがめられている。欧米では、 モミ族やトウヒ族が魔よけに用いられることもあるという。クリスマスのシンボルであるクリスマスツリーになるのも円錐形の樹形を持つ松科の常緑樹であることが多い。モミ族やトウヒ族が用いられることが多いが、これらは分布一が比較的狭いためより広い分布と温度適性を持つ松族を使ったツリーもあるという。ヒノキ科などの他の針葉樹のグループと比べてより広い。 分布域を持つマツカ樹木は世界各地で木材としてよく利用される。マツカの天然分布は北半球のみであるが南半球の地域でも大規模に植栽されていることがしばしばある。例えばニュージーランドではアメリカ原産のラジアータ松に全面的に頼る林業を行っていることでよく知られている。マツカ樹木は細胞中に大きな樹脂道を持ち、 樹脂の量が多く各地で利用されている。特に松族とモミ族でよく知られている。松族の一部の種の種子は松の実などと呼ばれ各地で食用にされる。症例は少ないとされるが花粉症の原因植物となることがある。形態学的な分類で4赤に分かれる分類方法で記述する。赤単位の分類を形態や生態だけで分けるのは難しく、 研究者によって小説あったが、近年分子生物学的な手法の採用により、分類が再編されつつある。以下の一族を含む、一重型以下の一族を含む、一重型。以下の三族を含む、九家の輪辺には、突起を持たず、十分後一年以内に成熟する。葉の気候体は里面にのみでき、位置は、支部よりも下側である。以下の六族を含む、 旧家の臨片には突起を持たず、10分後1年以内に成熟する。葉の気候体はリ面にのみでき、支部よりも下側である。旧家には突起を持たない。種子はレジンベシクルを持つ。系統学的には他の赤とは早く分化したものと見られることが多い。ありがとうございます。